AD-1 主翼を傾斜して飛行する AD-1NASAAD-1 は航空機と1979年から1982年にかけてカリフォルニア州エドワードドライデン飛行研究センターで実施された飛行中に0度から60度まで角度を変えることのできる主翼を持つ航空機の飛行試験計画の両方を意味する他に類を見ない斜め翼は 小型のアオンソクジェット動力研究機である AD-1 で実証飛行が実施された。航空機は研究計画中に79回飛行して回転式収翼の概念と飛行特性と回転角度による空気力学的な特性に関する知見をもたらした。最初に傾斜翼の設計が知られたのは1942年に、 リハルト・フォークトによって設計されたブロムボス p 二百二である。傾斜翼の概念は後にカリフォルニア州モフェットフィールドにある NASA のエイムズ研究センターの航空技術者であるロバート・トーマス・ジョーンズによって広まった。エイムズでの分析と風洞実験によりジョーンズは輸送機の大きさの傾斜翼の航空機の飛行速度はマッハ1四までは通常の主翼の航空機よりも 空気力学的な性能が優れていることが判明した。アオン速と超音速での高速時に高速での性能を上げる目的で主翼は航空機の胴体に対して60度まで傾斜する。調査ではこれらの角度は空気抵抗を低減して同じ燃料で速度と航続距離を向上することが示された。離陸時と着陸時の低速では揚力と操縦性を 最大限にもたらすために主翼は通常の航空機のように胴体に固定される。航空機の速度が上がると主翼は傾斜することで空気抵抗と燃料消費を減らす。主翼は右方向のみに傾斜する。AD-1 と操縦士のリチャード・イーグレイ AD-1 は1979年2月にドライデンへ納入された。 アメスインダストリアル CO は24万ドルアメリカドル未満の固定価格で契約した。動力は2機のマイケロターボを TRS-18 から046ターボジェットエンジンで、それぞれの水力は海面高度で静止時に220パウンズで航空機の速度は安全のためにおよそ170マイルパワーに制限された。AD-1 は全長38.8フィート。 翼服は通常時に32.3フィートだった。繊維強化プラスチック製だった。グロス重量は2145ポンドで空気重量は1450ポンドだった。上からの眺めヒラー航空博物館で展示される NASAAD-1AD-1 の初飛行は1979年末だった。翼は十八ヶ月かけて徐々に傾けられ百八十一年の 半ばに60度に達した。航空機は翌年も飛行を継続して1982年8月の最終飛行までに多様な速度域と角度でのデータをもたらした。AD-1 の最終飛行はドライデンではなかったが、実験航空機協会のウィスコ新州シコシュの押し越し、航空省での8回の実演飛行だった。試験計画の完了後、 AD-1 は引退してカリフォルニア州産カルロスのヒラー航空博物館に展示された性能出展リニハン2011この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます